はい、これ私のモチベーション。スピーカーつけて。スピーカー。ああ。ああ。バー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 。ちょっと違う。本当に最初はモバイルロボットを見せたかったけど、今のオブジェクトディテクションシステムは私の PC は弱いから、それだけ、使わなきゃ。だから最初はそれを見せて、ちょっとこっち、赤ちゃんの瓶。ダイナミックスとアロボティクスとアボティクスとデテクションで近い開発で、ここでオブジェクトディテクトしてる。ちょっと PC の説明すれば、これは一つの PC、 これは二つ目の PC、 これはコーディネーター、これは Mac Mini と Windows XP の Virtual Machine で、あと三つ目のはその Linux、 Mint Linux のやつで、今結構ボトを見つけたけど、この地図を動きながら作る。だから、ピンの場所を測って、I don't know what movements it's going to do, so it could crash, but it does post-selection, which is inverse kinematics with collision avoidance with the things that it knows. で、今ビームやってるからシェイクしてる。シェイクしたんですか？取る時間かかるから。
その後、本当に戻れなかったけど、一応戻れるけど、この文章を見せたい。お疲れ様ですね。私も疲れた。皆さんは、モバイルラボ結構前から私そんなにしなかったけど、あ、まあ、ICP 一応 ICP とボックスグリッドしたからスキャンマッチングで地図を良くなる。で、オブジェクトディテクション、シリンダーディテクションはランサックプレインフィッティングで、その上のポイントはシリンダーフィットして、そしてランサックのパラメータと、シリンダーのパラメータを見つけて、でアームの方はアームのモデルがあるけど、昨日の夜気づいたなんか間違ってもう一回、書き直して、すごい近くだったけど、まあ一応このエリプスはフォースフィールドで、クルージュのボイランスできる。そしてポストセレクションは逆キネマティクスだけじゃなくて、だからフレームはちょっとトレランスがある。で、パースプランニング、これは、まあ、3D エグザンプルというのじゃなくて、でもアームは 60 バイディレクショナル RT、 だからゴールと、今の現在地からのパートを探す。あ、私のコードかなり書いたけど、全部は日本に来てからあと全部出して、ドキュメンテーションとテストケースいろいろできた。これは研究じゃなくて、でも面白いのは、ありがとう、このリモートリレーの e-stop はで押したらアーム見て、だから安全に消えられる。あとそのシミュレーション、多分見た。で、その MATLAB シミュレーション via MATLAB engine、 BNC viewers、 Arduino board is really easy for people who don't like writing microcode、 Dynamics servers、 and 0C ICE for object sharingC++, Java, any language you can think of, and various OSs. This is it. What you must. Oh! Thank you very much. Thank you very much.